おはようございます2018年7月9日コ民ン風の家最後の朝ご飯ですじゃーん今日は昨日の株のお味噌汁の残りはあるんですけどご飯は今朝炊きましたはいそしてこれも昨日の、えー、厚揚げ焼きの半分の残りですそれと株の漬物いい感じに使ってますはい今日は納豆がなく韓国海苔です 韓国の海苔昨日買い物にも行けず納豆がありませんですが厚揚げ焼きと、えー、漬物はあるし炊きたてのご飯でおいしくいただきたいと思いますはいそれでは皆さん今日も一日頑張りましょう、えー、九州地方の皮下にあがわれた方どうぞ、えー、早く復興できますようにお祈りいたしますそれでは皆さん、えー、元気に一日過ごしましょういただきます お民家風の家、マドムゴンでした。いただきます。